ました。皆さん見てください。これがラスベガスでございまーす。はい、サク。結構ハイウェイ乗ってる時からね、遠くの方の空がめちゃめちゃ明るかったんですよ。そう、山の向こうの空がね、そうぼんやりしてて、あれ絶対ベガスじゃねって言ってたらベガスやったな。そして実際来たらこの感動。いやー、ついにですな。ついにだよ、こんなところまで来ちまったな。来ちゃったよ。こないだワシントン出発したばっかりだったのに、昨日まではグランドキャニオンに行って、数時間前までクレーターにいて、今これですよ。やばいね。もうね、ギャップ激しくてビビってます今私。間違いねえ。 Oh my god, I've never seen before。 これが本物の100万ドルの夜景ですかね。皆さんぜひ伝わっててほしいな。これこの夜景の海、見たことあります？ラスベガスやべえ。はい、ということでね、いよいよ到達しました。無事にラスベガス入りしました。とりあえずでね、今パイロットに来てみました。そう、シャワーあるとこね。で、今日はね、パイロットの駐車場で今からなんとね、パスタ作りますよ。今回はじゃーん、こちらキューピーさんのたらこパスタいただきたいと思います。お腹ペコったね。だいぶ調理していきたいと思います。完成しました。超暗闇やけど、うまうま。おはようございます。今日はね、一日ラスベガス観光したいと思います。おっしゃ。まあね、ラスベガスっちゃ夜の街なんでね、ぽい、ぽい映像は夜の方がたくさん撮れると思うんですけど、まあ、昼でも楽しめそうなスポットに行ってみたいと思います。まーす。はい、ということで最初にやってきたのはなんとパリです。こちらね、ラスベガスの中のパリにやってまいりました。その証拠がこちら。になっております。めちゃめちゃにぎわってます。あのね、ラスベガス夜だけかと思ってたんですけど、昼でも結構みんなね、いろんな人がこう行き交ってて、結構ね盛り上がってますよ。こちらのタワーに登ってラスベガスを見下ろすこともできるみたいなので、今回私たちはスキップするんですけど、もし皆さんね、ラスベガスのパリに行った際は、トライしてみてください。この向かい側にベラージオホテルっていうのがあるんですけど、でそのね、手前に噴水があるんです。観光スポットの一つなので、ちょっと渡って近づいてみてみようかね。はい、ちょっと行ってみたいと思います最高やで。イエーイ。ベガスいいな。いや、うん、いい。はい、ということでね、今後ろにはエッフェル塔があります。で、ここの広場はね、結構お店がたくさんあるので、ちょっと
ショッピングモールチックなところになってます。そしてね、これじゃーん、見てこの面白そうな It's Sugar。 これはもう入ってくるしかないでしょう。すごいもう私こういうとこ大大大好きなんですよ。見てー、やばい。ジリービーンズ取り放題。これ全部キャンディーでできてる。エルビスとマリリン。Oh my god, look at these。本当にすごい。These are chocolate。わー、あ、グミ、もう私グミも大好きなんですよ。やばい、ここは本当にいい。見て、チュッパチャップスだらけ、かわいすぎる。おー、すごーい。マジ？見て見て見て、これ全部グミだって。信じられない。 What？ 特にね、これとかが一番食べたくないね。 Oh my god、 グミピザ。 Oh my god。 今からね、ラスベガスといえばということで、ランチで、まあ、週末で37ドルぐらいするらしいんですね。それをね、まあ、どうするか今2人で考えてて、で、まあ、我々ね、まあ、行くことにしました。あ、まあ、近くやったし。そう、いいかな。楽しみも。でもいいかな。これからベラージオホテルのビュッフェを堪能していきたいと思います。どーん、はい、やってまいりましたよ。大人気。やっと我らの番になりました。 Thank you。行ってまいりましたよ。ポッポンですわ。やばいもん、ものか、本当にやばい。いやー、しかしスーパー美味しかった。本当にね、心もお腹も満たされたね。めちゃめちゃ堪能しました。ありがとうございました。人が飛んでます。